際こう研究開発に取り組んでいく中でやっぱり当初想定していなかったようないろんな課題がやっぱり出てきて、そういうところは非常に日々最前線でやってるんだなっていう気持ちがあると、まあ、そこは非常に研究としては楽しいと思ってますし、実際そういう課題を設定して取り組む中で初めて分かることっていうのが日々発見があるというところが面白いかなと思ってます。重要なポイントっていうのはやはり大気中の CO2、 今その濃度が上がってきてですね、まあ、我々その地球温暖化ということで困ってるわけですけれども、 CO2 をこう回収する立場から見ると非常に薄いと、 400ppm ですので、100万個の大気中の分子の中にたった400個しかない大気に蓄積させてしまった CO2 を除去していくと、まあ、そういう意味で、まあ、こういった大気中からの CO2 回収という、まあ、非常に難しいチャレンジングな目標ではあるんですけれども、まあ、そこに研究開発をしようというふうに思って今進めております。これまでの技術ですと、そこでこう熱エネルギーをかけて CO2 を飛ばして、そして CO2 を純度の高い CO2 として回収するという手法がこれまで一般的な従来のやり方であったわけですけれども、そこに対して我々は LNG の冷熱を使ってその CO2 を液体から放散させるときに LNG の冷熱を使って CO2 をドライアイスにすると、その結果吸収液から CO2 を熱エネルギーを与えることなく飛ばすということで省エネ化を図ると、まあ、そういう新しい技術の開発を進めているところです。クライオダックっていうのはまさにその低温で実現するダックということになるわけですけれども、まあ、CO2 をよく吸うですねアルカリ性の液体で一旦吸わせて、それで CO2 をまず濃縮するということですね。そこからこう CO2 をだけを濃縮するときに、これまでは熱を与えて CO2 を飛び出させていたものを冷熱を使って気体の CO2 を、まあ、固体のドライアイスにすると、それによって圧力を下げると真空状態を作り出して、それで CO2 を飛び出させてくるわけですね。純度の高い CO2 を集めることができると、でさらにドライアイスとして CO2 を回収することができますので、まあ、単純にそれを例えば室温であったりとかですね、その程度の温度に密閉した状況で温度を戻すことによって高圧のCO2 ですねであったり、あと液体の液化炭酸と呼ばれるものですけれども、輸送したりまた地下に貯留するときに必ずその圧縮っていう操作っていうのが必要になるわけですけれども、まあ、そこで非常に大きなエネルギーを消費するわけですけれども、そういった圧縮動力を使わずに高圧の CO2 あるいは液化 CO2 をまあ製造できるということも大きな特徴であるというふうに思っております。もちろんこう冷やして CO2 を分離するという技術っていうのはこれまでもあるんですけれども、その一旦吸収液に CO2 を濃縮させて、まあ、そこから脱離させるところに、まあ、冷熱を活用するという発想は我々独自のものだというふうに考えています。一貫したプロセスを、まず小さいベンチスケールと呼んでますけれども、まあ、そういったスケールで、まあ、実現するためのプラントの詳細な設計を今現在してやっているところです。我々のこの技術がもし社会実装して世界中で流通しているですね液化天然ガスですけれども、それの冷熱を使えると、使ってこの技術を実現したと考えたときに、じゃあどれだけの CO2 を回収できるのかっていう、まあ、ポテンシャルですけれども、やはりそれは3億トンぐらいはできるんではないかというふうに試算しておりますので、そうすると、まあ、10億トンのうちの3割を占めることになるので、それはかなりのインパクトになるのかなというふうには考えております。まだまだいろんな技術的なハードルがあると思ってますし、課題をですね解決しながら一歩ずつ研究開発を進めていきたいなというふうには思っております。これまで有効に使われていなかった冷熱を上手に使うユニークな技術でダイレクトエアキャプチャー DAC を省エネ化します。ネド